お !100 日後に食われる豚という企画をやってるのです。5日で3800人ほど登録者数が伸びました、えー。もっと伸ばすためのアドバイスをください、ブー。いや、これ、100日後に食われる豚さんのチャンネルを僕の知り合いの死んだ魚目をしてるデブの性格の悪い豚が送ってきたんですよね。で、あの、なんか自殺予告かなと思ったら、あ、こういうチャンネルがあるんだっていうので、知ってたんでちょっとびっくりしました。はい。 なので、あれあ、ありですよね。いや、このチャンネル伸びると思います。かけてもいいです。多分ほっとくだけで伸びます。あの、いや、100日後に死んだワニとかも、勝手に伸びたじゃないですか。日数が進めば進むほど、割と勝手に話題になっちゃうんですよ。で、しかもあの豚可愛いじゃないですか。なので、全然ありだと思います。で、残酷かわいそうとかっていうのも、いやいや、お前ら豚食ってんじゃんっていうのがあるので、ただ、あの、すげえ僕賢いなと思ったんですよね。 なので、ひいおやじさんの自殺宣言じゃなくて残念だなと思ったんですけど、もうあのチャンネル自体はタイトルの時点で勝ちだと思うので、あの、かけてもいいですけど、頑張んなくてもちゃんと話題になります。はい。